やあ、先に来てたのか。他のみんなはまだ集まっていないみたいだな。私たちは少し早めに来てしまいましたので、シュリさんにニッシーの可愛さをレクチャーしていたところです。いや、違うからな。別に可愛いなんてこれっぽっちも思って。ごまかしても無駄です。先ほどからシュリさんの気になるオーラをバッチリ感知していますから。なんだそのオーラって。仲良しだね。ここでこのまま他の人たちを待つかな。それではお二人にも改めてお伝えしましょう。ミッシーがいかにその愛らしさでゼムリア大陸の平和に貢献しているかを。おお、まだ続くのか。おい、あんたも見てないでストップしてくれよ。まあ諦めてくれ。ティオはミッシーに関してはとことん入れ込んでるからさ。すでに諦めモードかよ。ここがミシュラムワンダーランド。すげえな。へえ、私も初めてだけどなかなか楽しめそうじゃない。アトラクションとかも結構あるのよね。まあ正直1日くらいじゃ回りきれないほどある。今日はビーチで昼過ぎまです。今からだと代表的なものを中心に回った方が良さそう。代表的なものというと、やっぱり左手に見える観覧車はファミリー、カップル、どちらにも人気があります。眺めはとにかく最後の締めにとっておいてもいい。なるほど。ワクワクしてきますね。代表的なものというと中央の城はまさにそうですね。鏡の城、このテーマパークのモニュメント的な場所だそうです。願いを叶える鏡というのが最上階に置かれているらしくて、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うなんて言われていますね。あら、ロマンチックね。まあやっぱりカップルとかファミリーが多いっすね。来世その鐘を鳴らす紐が左右に確かにそれは一人で鳴らすと切ねえねえ、屋敷って誰か住んでる。なんかやたらと。ありゃ俺も知らねえな。最近できたアトラクションか。ええ、テーマパークでも一番新しい施設みたいですね。ホラーコースターといってかなり本格的らしいですよ。その情報でしたら、どうやら最新技術を駆使した恐ろしくエキサイティングなアトラクションのようですね。そんなものが新しくできたんだ。ベルったら一言も教えてくれなかったわね。いいわね、テンション上がってきたわ。他に定番はないのかしら。アトラクションじゃないけど占いの館ってのも定番だね。なんでも去年入った占い師がかなりの凄腕だっていう噂だよ。相性占いから伏せ物探しまで何でもござれって話ですよね。エキゾチックで謎めいた美人の占い師さんらしいです。それはちょっと気になりますね。東方系の戦術師かしら。それを言うならミッシーの追っかけも外せないのではないかと、パークを巡回している彼を追いかけていくという趣向です。運が良ければ彼の妹であるミーシェというキャラにも会うことができるとか。そうなのか。ティオスケの目がマジだぜ。
そういえば休憩できる場所というのはどこかにあるのかしら。ああ、左のアーケード方面に休憩所がありますよ。ちょっとした軽食なんかも出されていたと思います。なら、そこを中心に集まるといいかもしれない。なるべく私はいるようにするから。みんな、貧血とか具合…セシルね、こんな時まで看護師魂を発揮しなくても。ええ、さすがに申し訳…しかし、考えてみりゃセシルさんに解放してもらえる絶好のチャンス。ランディさん、本音は控えた方がいいかと。まあほどほどにして、あんたも楽しみなさいよね。普段遊んでないんだから、こんな時こそはしゃがないと。わかったわ。それじゃお言葉に甘えて。晩餐会があるから遊べるのは夕方まで。みんな、チケットを渡すから、ここからは自由行動にしよう。遊びたいアトラクションがあればそれぞれ適当に組んで入る。そんな感じでいいかな。ええ、いいんじゃないかしら。了解です。わかりました。よし、遊ぶぞ。テンションマックスです。やれやれ、元気だね。ねえシュリー、一緒に回ろう。だから引っ張るなって。なんだか学生時代を思い出すわね。そうね。グルホラーコースター、人呼んで、こちらはモンス。よろしければ。誰を誘おうかな。よし、エリーを誘ってみよう。ホラーコースター、本当に入るのね。俺がついてるし大丈夫だよ。しっかりエスコートさせてもらうからさ。ええ、頼りにしてるわね。ではチケットをお預かりします。モンスターを倒すための動力銃は乗り物内に設置されております。どうかご無事に帰られ。よし、これならなんとか。
お化けがあんなに近づいてくるなんてびっくりしちゃったわ。まあ思っていたよりも怖くはなかったし、楽しかったのは楽しんでくれたなら誘ってよかったよ。それじゃあまた後で。ええ、また後で。鏡の城へようこそ。ここは願いを叶える鏡のある最上階を目指して、よろしければどなたかとご一緒にご入場されることを。誰を誘おうかな。よし、エリーを誘う。ではチケットをお預かします。確かにお預かりしました。幻想的な。これが鏡の城か。テーマパークの象徴なんというか。あそこにあるプラネタリウムで幻想的な雰囲気を作ってるみたいね。リベールに留学していた頃に王都のグランセル城を見学したけど。それは本当にすごいな。さすが IBC ってところか。そういえばここには願いを叶える鏡。ええ、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願い事が叶うと言われているわね。聞いた話では城の最上階。じゃあひとまず最上階までの。ええ、わかったわ。ここが鏡の城の最上階か。どうやらあそこにあるのか話に出てた。鳴らすための紐も左右についてい話に聞いていたもので間違いないでしょう。とするとあの大きな鏡が願いを叶える。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うら。いざとなるとなんだか緊張してくるわね。それじゃあまずは二人で。よし、次は上にある鏡の。ええ、行ってみましょう。それじゃ早速願い事をしてみよう。この鏡の前で願いを言えばいいのかな。多分頭の中で願い事を思い浮かべる。それじゃやってみましょう。こんなところかな。ええ、私も終わったわ。ところでロイドは何をお願いしたの？まあ普通すぎて。クロスベルをこれからも守っていけます。もちろんキーアやエリーたち支援課の仲間も含めてね。あなたらしいわね。そういうエリーは何をお願い。私は父と母が幸せに過ごしてくれてますように。エリーのご両親って。前に話したわね。10年前に離婚してそれぞれ共和国と帝国で暮らしているわ。今も手紙や動力通信で時々連絡を取ってはいるけど。やっぱり寂しいよな。俺も幼い頃に両親を亡くしたけど。私にもおじいさまがそばにいてくださったし、
寂しいというわけじゃないの。どちらかというと心配っていうのが正しいかしら。心配？父と母は時々私の近況を心配して連絡をくれるけれど、それが私を置いて出て行ったことを未だに後悔しての行動だとしたら、それはあまりに苦しいことだと思う。あの人たちはとても真面目だから、過去を忘れて生きるなんてことは決してできないタイプなのよね。あれから10年も経ったんだし、そろそろ新しい人生を歩んで幸せになってほしいなって思って。過去を忘れて新しい人生をか。でもそれが正しいとは一概には言えないんじゃないか。分かってる。過去があるからこそ今の私があるわけだしね。でも父と母にはどんな形でもいいから幸せであってほしいなごめんなさい、変な話をしちゃったわね。いや、そんなことないさ。エリーのご両親の幸せ、俺も願わせてもらうとするよありがとう。一緒に城を歩けてとても楽しかったわ。それじゃあ私はそろそろ行くわね。ああ、また後だなまた。占いの館へようこそ。ここでは凄腕占い2名様までお誰を誘おう。よし、リーシャを誘ってみよう。チケットをお預かりしますね。それではお入り。いらっしゃい。さあこちらの椅子にお座りなさい。はい。話に聞いてた通り、エキゾチックで神秘的な人だ。ええ、顔は隠れていますどうしたのかしら。人の顔をじろ、順番待ちの人もいるか。ではそのまずはあなたたちの血液型。血液型？ええ、正確に占うた、もちろん無理にと。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。あ、私も O 型ですよ奇遇だったどうも。では今回は俺たちの相性を。ええ、お安いご用よ。ロイドさんせっかくこういうところに来たことだし、迷惑だったらやめとくけど。いえ、そうですね、せっかくですこれは。まっすぐな目をした青年と、憂いを以前ある事件に関わった。この思いを育めばより正しい。そのためには私に見えた。リーシャの心にか。さて、この水晶。その、多分今度のリニューアル、シュリちゃんの晴れ舞台で。ああ、でもリーシャはずい前に見せてもらった公演では手が入る。アドバイスを早速実践してくれるのは。違うからな、リーシャ。決してそういう下心があったわけ。わかってますから。ありがとうございます、ロイドさん。あの高等な戦術、もしかして。リーシャ、どうしたんだ。いえ、不思議な体験俺もだよ。さてと、それじゃあ
俺は一旦。はい。
こちらのアトラクションはゆっくりと一周、よろしければ誰を誘う。よし、ティオ。ではチケット2名。考えてみればこんごめん、言われてみればもう何人か。そういう意味ではない。まあいいでしょう、せっかくですし、いろいろとお話でもしましょうかそうだな。つまりミッシーの愛らしさは、あの八の字舞、この角度が少しでもずれていたならば、今の大陸は暗黒時代も核やという。ティオさん、そろそろ頂上なんで。つい熱中してしまう。では講義の続きはまた後でということで。いつから講義に。ロイドさん、中央広場の方を見て。ああ、花壇にあったミッシーの顔が見あれを見るとそうですね、支援課の屋上にもあれと同じガーデニングをしたくなります。か、勘弁してくれ、さすがにユニークすぎる部署。では気分が乗ったとこ。ミッシーの愛らしさが眉毛にありと。どうやら降りる。そろそろ到着みたいだな。そうですね、降りるとしましょう。ありがとうございます、ロイドさん。ああ、俺も誘ってよ。それじゃまた後でな。ええ、では。鏡の城へよ。ここはよろしければ誰をさ。よし、ノエルを誘ってみよう。ではチケットをお預かり。確かに幻想。それじゃ、願い事をしてみよう。この鏡の前で願い事を思い。ええ、やってみましょう。こんなところかな。はい、私も終わりました。ロイドさんは。俺は最初に来た時に一番の願い事はしちゃったからな。同じ願い事をするのもなんだし、ノエルの願いが叶いますようにって願いにしたよ。ありがとう。それでノエルの方はど。私の方は単純ですけど、立派な警備隊員。やっぱり君のお父さん。ま
前も言いました、私も子供でしたし、しつけの厳しい父のことはむしろ苦手なく、へえ、ええ、本当に厳しい人で、私やフランが悪いいたずらをしたりすると容赦なくげんこつを飛ばすような人で、そういえば母に連れられて一度だけ当時の歪んだ体勢を憂いつつも、今考えると私はあの姿に、そっか、ノエルの自分に厳しい性格にはやっぱり影響がありそうですね。それはそれで、なんでフラン、もしかして父さんって実はフランだけにはデレデレだ、いや、まあ厳しさの反動、それじゃ願い事も、ええ、鏡の城では一旦ここで失礼しますね。ああ、はい。そうですか、それなら安心だと思います。すみません、自分たちだけ楽しんできて、わかりました、せいぜい充電してきます。支援課の方は何もなしか、さすがに気にしすぎだと。はじめまして、支援課の諸君、お近づきの印に置き土産を置いていくから楽しんでくれると嬉しい。多分あいつがテロリストにタワーのデータを流したんだろう。だけどテロリストたちの仲間っていうわけじゃなさそう。そしてインの言った通り、ヘイユーや赤い星座の一員でもない。一体何者だ。ロイド、まだ部屋にいるの？ああ、エリーか。いいよ、入ってきてくれ。どこかに連絡していたの？ああ、課長にね、留守中に支援課のビルで何か起きて取り越し苦労だったみたいだ。そう、確かに通商会議の時に起こったことを考える、今日くらいは何も考えずに休暇を楽しんだ方がいいわ。そうだな、ごめん。ひょっとして迎えに来てくれたの？あ、うん、姿が見えなかったから。よかったら一緒に迎賓館まで行こうと思って、その、迷惑じゃなければ。迷惑なわけないって、まったく。エリー、からかってるだろう。からかってるつもりじゃないんだけど。それじゃあ、一緒に迎賓館まで、晩餐会まで時間はあるから、少し寄り道してもいい？そうだな。下の店とかって、なんで二人して、こんなに慌ててるんだ。そういえばキーヤは誰かが連れて行ったのか？ええ、ティオちゃんが連れて行ってくれたけど、もう迎賓館に行ってるはずよ。そっか、それなら安心だな。何かあったの？いや、いろいろあってナーバスに。まあテーマパークも楽しんでくれたみたいだし心配いらないと思うけど。そうね。Thank you.
ようこそミシュラム迎賓館へ。特務支援課のロイド様。ええ、そうですか。あれ、あなたは。確かオークションで。あ、そうだった。その説は失礼いたし、主人の方はあのような形に、自分をはじめ多くの使用人はこれもディーター市長のご配慮のたま。なるほど、それは何を。通商会議ではこちらに各国首脳が泊まられたそうですね。本当にお疲れ様でした。もったいないお言葉、ありがとうございます。あ、来た来た。キア、先に来てたのか。うん、シュリと一緒にぐるっと探検してたんだ。
ちも早く席に着かないと。わかったよ。それでは案内よろしくお願いします。かしこまりました。ではどうぞ中へ。いやいや、本当に遅れて申し訳なかった。招待した側が遅れるなど本来あってはならないのだが。いえ、市長がお忙しいのはさすがに分かっていますし。どうもお疲れ様です。まあお父様の場合忙しいのは自業自得ですけど。まあその通りなんだがね。もうベルったら。しかし練習と公演ばかりで詳しくは知らないんですけど。また随分思い切った提案をなさったみたいね。実は就任当初から考えて、本当はあのタイミングで出すつもりはなかったが、そうも言ってられなくな、なので思い切って祭を投げさせてもらったよ。なるほど。そして幕が上がったステージは最後まで踊り続ける必要がある。その通り。聞けばアルカンシェルは金の太陽銀の月のリニューアルに挑戦するとか。実はその初公演の翌週に国家独立の是非を問う住民投票を実施することが決定してね。それでこれも縁かと思い招待させていただいた次第だ。そうだったんですか。おかげさまで楽しい休暇で過ごせたわ。どうもありがとうございます。どうも。私は部外者なので申し訳ないくらいですけど。いやいや、とんでもない。ウルスラ病院の関係者からあなたの噂は常々聞いている。何でも聖女ウルスラの再来と言われるくらいのお会いできて光栄だよ。さすがにそれは大げさかと思いますけど、そう言っていただけると光栄です。もうお父様ったら、先ほどから妙齢の女性、少しはロイドさんたちもねぎらってはいかがですか。おっと、これは失礼。いやいや、美しいお嬢さんばかりで年がいもなく舞い上がっているようだ。まあでも招待してくれて本当にありがたかったっすよ。そうだね、いい気分転換になったし。市長ありがとうございました。すっごく楽しかったです。キーヤも楽しかった。それは何よりだ。蒸し返すようで悪いが、あれは本当に不幸な事件だ。いくらタワーの爆破までしようとしたって、あんな形で命を落とさなくてはならないほど罪深かった。二度とあんな事件が起きないよう、この世に正義が実在すると。ああ、リーター市長、そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。しかしその独立の是非を問う住民投票ですが、もし賛成が上回った場合、本当に独立できるものなんですか。いや、住民投票自体に独立を可能にする決定力はない。ただその結果は必ずや諸外国への意思表示となるはずだ。そうして徐々に国際世論を形成し、二大国から何とかして独立をもぎ取っていい。それが私のシナリオだよ。なるほどね。こう言っちゃなんだけど相当険しい道のりだよね。マジか。いや、君の指摘通り、地政学的な観点から言ってもクロスベルの国家独立というのはかなり困難な状況にある。だが人間というのはただ情勢に流されるだけの生き物ではないと思うのだ。苦境にあっても理想を追求し誇り高くあらんと思考する。そんな力と可能性を秘めているように思えるのだよ。あ
子様。誇り高くあるための力と可能性ですか。なるほどね。今後クロスベルが歩く道は困難なものになるだろう。無論我々大人たちは粉骨砕身の覚悟と努力で、だがそれに続いて高みを目指していくのは君たち。どうか君たちも君たちならではのやり方でクロスベルの明日に尽くしてほしい。行く手に立ちふさがるディーター市長は彼なりのやり方で、でも俺たちはマフィアの時は勝手に壁が消滅しただけだった。そしてそれ以上の壁が立ちふさがろうとしている今、俺たちは、俺はまたあまり役に立てないでいる。それで本当にいいのか。ダメだ、疲れてる。ちょっとラウンジで。やあリーシャ。ごめん、いきなり声をかけて驚かせたかな。そんな、私がただぼーっとしていただく。そこいいかな。すごい月だな。クロスベル市と違って街明かりが少ないおかげかな。そうですね。その朝、ワジのやつに変な風に突っ込まれたんだ。俺が夜中にふと起きて女の子とばったり出くわして、正直意味不明だったんだけど、当たっちゃったと思ってさ。ロイドさんは不思議ですね。誰かにそばにいてほしいときに本当にそこにいてくれて、そこにいてくれるだけでなんだか安心できてしまう。支援課の皆さんが羨ましいです。買いかぶりだよ。一人前の捜査官としても、みんなのリーダーとしても、まだまだ足りないところが多くてね。もっともっと大きくならなくちゃな。なあリーシャ、失礼かもしれないけど聞かせてもらって。失礼だなんて。どうして君はそんなに儚い目をして笑うんだ。思えば出会った時からそうだった気がする。イリアさんに望まれて最高のリーシャ・マオといえば、今やクロスベルじゃ有名人だ。なのにどうして君はいつも何かを諦めたような。どうしてそんな。よく知ってる人が一時期浮かべていた笑顔、今ではもうそんな儚げな笑顔だけど、君はふと気づいたらいつもそんな笑顔だった気がする。その人の笑みは大好きな人にもう会えないという悲しみに耐えようとするものだった。だったらイリアさんが大好きな君はどうしてそんな風に笑うんだ。彼女はいつも君のそばに。正直驚きました。
鋭いとは思っていましたけど、まさか。それじゃ正解です。多分私はそう遠くないうちに。やっぱりか。理由は。はい、でもそうですね、私は本来歩むべき道が。歩むべき道。家業のようなものです。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から今となっては何のために歩んでいるの。そうなのか。でもだったら。だからといって必要ない。少なくとも父はその道を受け継ぐことに世界そのものに働きかけ、歴史を動かすきっかけ。そして私もまた父からその道を譲ろう。これからも変ですね。私、イリアさんが勧めてきたワインはちゃんと断ったんです。それとも月の光に酔ってしまったのかしら。そうかもな。ごめん、軽々しく。た、いえ、いいんです。なんだか私もいっぱいいっぱいになっていたので、話を聞いてくれてありがとうございました。そっか、お役に立てたら。こ、でもリーシャ、もしかして君は。ワイド、キア。あら、あ、リーシャもいたんだ。ひょっとしてお話し中。あ、ううん、もう終わったから。ああ、大丈夫だぞ。ひょっとして眠れないのか。なんだか怖い夢を見たような気がして。そっか、俺のベッドで。いいの？ああ、特別だけどな。ごめん、リーシャ。変な形で中断しちゃって。とんでもない。ロイドさんのおかげで、私もなんだか眠れそうです。ありがとうございました。そっか。先ほどの話、どうか、イリアさんには内緒にしていてください。いずれ檻を見て自分で話す。わかった。頼りないかもしれないけど、何かできる限りのことは。ありがとうございます。ではもし困ったことがあれば相談させてもらいますね。おやすみなさい、ロイドさん、キーアちゃん。おやすみ、リーシャ。おやすみなさい。どうしたの？いつもなんだか悲しそうだけど、ちょっと感じが。そっか、キーアもわかるのか。まあ、いろいろあるみたいだ。俺の方でもできるだけ。ライドかっこいいね。からかうんじゃありま。さてと、とっととベッドに。あ、トイレとか済ませたか。ロイドデリカシーなさすぎ。ロイド、起きなよ、ロイド。あれ、今何時だ。夜中の2時くらいかな。ずいぶんうなされてたけど、どうしたんだい。ああ、なんだか変な夢を見て。なんだ、どうした。ランディ、起こし。まあ気にすんな。それよりキーボーがいないのか。さっき二人で戻ってきて一緒に寝てたみたい。二人とも気づいてたのか。そうなんだ、一緒に寝てたはず。部屋にはいない。ま、ちょっと探してみよう。ああ、悪いけど頼む。
そうですか。申し訳ありません。すべての客室をくまなく調べたわけではありませんが。いえ、十分です。こんな真夜中、まったくあのちびっ子、何寝ぼけてるんだ。さすがに、ちょっと心配ね。どこに行っちゃったんでしょう。私のサーチでも見つかりません。一体、キーヤはどこに。あら。おお、お前がいた。おお。あ、おい。ついてこい。こっちだと言っています。とにかく追いかけましょう。そちらだ。ただし気をつけろ。はあ、しかしよくわかるわね。でも気をつけ。時間がない。とにかく行って。フラン、セシルネ、それとイリアさんたち、皆さんはここで。でもまあ仕方ないわね。足手まといかもし。でも何かあったら一応救急箱とかも持ってきているから。ああ、わかった。皆さんどうかお気をつけて。いざとなったらエニグマで。これって垂れ幕が変わってる。おいおい、こいつは。いつの間にこんな、うん、夜限定のイベント。そんな話は聞いたことを。それにミッシーを他のキャラに変えるなんてあるだろうな。あれはフールのワンダーランド。完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょ。夢は夢でも悪夢の類みたいだけどね。どうやらキーヤはこの先にいるみたいだ。だったらとにかく中に入るしかない。ええ、行くしかねえな。やれやれ、いい趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラですよね。ミッシーの代わりに絶対に許せないです。ディオちゃん落ち着いて。それにしてもキーヤは一体どこに。左右前方。何？ラコースターの化け物にしちゃガチ。とにかく迎撃するぞ。来る。手強いぞ。気をつけろ。分かった。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。おさてと、分析を開始します。詳細データゲットです。よし。任せて。行くわよ。くらいなさい。任せろ。くらいな。
行くぞ。任せてくれ。さてと、ターゲットを捕捉しました。情報を入手しました。私の番ね。任せろ。はい。ドライブ開始。よし。任せろ。ありがとう。はい。エニグマ駆動。うっしゃ。エニグマ駆動。任せてくれ。これもみんなの勝利ですね。やったわ。チッ、なんだってんだ。でも今の手応えは。いつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。え、へよくわかったね。な、男の子。気配を感じませんでした。てめえ何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうねえ。特務支援課の諸君、あなたもしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけよう。そしてテロリストたちにタワーの城。実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来。正解。ウロボロスは執行者ナンバー0、道化師カンパネルラ。以後お見知りおきを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。あの工房の前であった以上関係があるとは思ったが、まさかテロリストなんかに協力して。彼らも災難だよね。ヘイユエに赤い星座、厄介な連中が出てきたからね。特に帝国の人たちは本当お気の毒だったな。
ふざけないで。一応協力をしていたな。彼らはあくまで僕が利用してた、なかなか面白い形で動いてくれそうだったから少し手伝ってあげただけ。彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。なかなかいい性格してるじゃん。和治さんといい勝負なのではないかと。ザレ事はそこまでだ。このクロスペルで一体何をしようとしている。何よりもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも話してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。さっきここをフラフラと通り過ぎるのは。はてめえ散らばくれるつもりか。でも事実だから信じるかどうかは君たち次第。今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけ。これは元に戻りやがった。随分と大掛かりな手品じゃないか。まさか剣術の類い。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。また近いうちに会えることを祈っているよ。おお、お姫様なら奥の城へと向かった。とっとと保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれが、あれがウロボロス。エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といい、とんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんなどうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキーアを保護するのが。そうだ、奥の城って言ってた。行ってみましょう。いた。よかった。どうしてあのキア。キア、大丈夫か。よかった、怪我はしていない。どうしたのって、あのな。キア、どうしてここへ。ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ん？ここって昼間のお城？キア、なんでここにいるの？やれやれ、全然覚えてないみたい。ね、寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか。いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだ。希望、何も覚えてないのか。なんか夢でキーヤを呼ぶような声が。あれ、キーヤが呼んでたのかな。うん。夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな。よし、俺たちも一旦、キーヤ、部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。ふふふ。ハハ。
キーヤ、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？うん、またみんなで一緒にお出かけしたいね。今度はアルモリカ村とか。いいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。いや、何でもないよ。それよりキーヤ、本当に昨日の夜、変なやつを、ピンク色の服を着たやつと、見かけてないと思うけど、キーヤ寝ぼけてたみたいだから、ちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、それならいいんだ。あら、こちらにいましたか。マリアベルさん、どうもお疲れ様です。お疲れ様はあなたたちの方でしょ。しかし結社と言ったかしら、ふざけた連中もいた。私の人形をさらったのも、これは保安部の警備体制も。そうですね、民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思う。やっぱり俺たちの方で。まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、みんなで記念写真を撮らないこと。ああ、いいですね。記念写真って前にみんなで。ああ、みんなと一緒の思い出を写真に残しておくものさ。それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。うん、撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね、せっかくのいい天気です。俺、みんなを呼んできますよ。ええ、お願いします。それと船内にいる添乗員記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれます。わかりました。あ大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。私ならば力になれるかもしれませんわ。はい、お疲れ様。